私、白川義一は、損保ホールディングス国内損保事業オーナー執行役と、損保ジャパン代表取締役社長、社長執行役員としての職を辞することといたしました。社内外から失った信頼を回復するためには、まずは私の進退を明らかにすることが、経営者としての責任であると考え、本日、ご説明の機会をいただきました。改めまして、この度は誠に申し訳ございませんでした。